夏がやってきた。ファインさんの頭の中。はい、どうもこんばんは、シナリオクリエイターの江坂明人ことファインです。ファインさんの頭の中。この番組はファインさんの、ファインさんによる。好きと学びと思いを発信するためのラジオです。ということで。 えー、7月も残り3分の1となりまして、えー、皆様いかがお過ごしでしょうかということでね。えー、関東ではまあ梅雨明けしましたと。えー、そしてまあ7月もね、えー、21日ということで学生の皆さんはね、えー、待ちに待った夏休みというところなのではないでしょうか羨ましいですね。<laughs> ということでね。まあ、あの、ずっと暑かったんですけど、まあ、いよいよね、本格的に夏の到来ということでね、 えー、なってきているわけなんですが、まあ、アニメの方もですね、えー、7月から夏アニメ始まってきております。えー、皆さん何をご覧になりますかということで、えー、どうでしょうやっぱり鉄板は推しの子第2期でしょうかえ、ね、まあ、それかね、いろいろ話題になっております、鹿のこの子の心し淡々なんでしょうかね <laughs> ま、個人的にはですね、えー、窓串だリアはうつむかないとか、 VTuber なんだが配信切り忘れたら伝説になってたとかね。あとは、時々ぼそっとロシア語で出れる隣のアーレさんとかがね、ちょっと気になっているところでございますね。うんまあ、今季もですね、えー、たくさんアニメがあるなということで、えー、私もですね、えー、まあいろいろやっている隙間にですね、えー、ちょこちょこ夏アニメの方を見始めているという段階なんですけれど、 えー、そんな中でですね、実はちょっと第1話にしてですね、えー、思わず声が出てしまったアニメが、えー、ありましたので、えー、今回はですね、えー、そのお話をお届けしたいなと思います。というわけで、えー、思わず私が一人部屋の中でですね、大きめの声を出してしまったという作品について話していきたいなと思うんですが、まあ 今回のね、このラジオのね、タイトルを見て来られた方は、まあ、もうお分かりかと思うんですけれども、負けヒロインが多すぎるというアニメでございますえ。こちらですね、小学館のライトノベルレーベルであります、ガガガ文庫で観光中の作品なんですけれど、いやこれね、名作の予感がしています。はい。まあ始まったばっかりなので、まだ見てないよという方も多いかなと思うのでね、 今回ネタバレは避けようと思うんですがえ、ニュアンスだけ伝えるならば、何でしょう、こう、おじさんがね、大好きなね、その平成を感じる青春学園ものになってるかなと思いますね。あの、まあ、例えて言うならですね、まあ、最近の方はご存知ないかもしれないんですが、2008年にですね、まあ、放送されていたアニメに、トラドラというね、まあ、神作品がございまして、あれとね、似た香りを感じましたね。<laughs> <laughs> もちろんストーリーとかは全然違うんですがなんだろうその雰囲気がねあこれラノベ原作だなっていう感じなんですよ。こう主人公のモノローグから始まる感じとかなんかその何シナリオクリエイターの私をもってして言語化はできない本当にニュアンスなんですけどその描写の雰囲気とか掛け合いのテンポとかねあの 主人公がそのモノローグ頭の中であれやこれやとぼやく感じとかそれら全てがですねそのアニメ原作といえばラノベだよねっていう状況だったその2000年代後半から2010年代のねあの感じだなって思いました <laughs> 多分ねその同年代のアニメオタクな らですね、まあ、言わンとしていることがわかるんじゃないかなと思います。はい。まあ、だから、なんかね、このアニメ、初見のアニメだったんですけど、ちょっとなんか終始懐かしさを感じてましたね。不思議とね。うん、その、体に馴染むな、みたいな <laughs>、感じがありました。はい。なんだろう。そういえばあの頃って、その、異世界アニメとかよりも学園もののアニメが多かったよね、みたいな。 そういう感覚がね呼び起こされました。<laughs> ということでえー、アニメからね平成を感じると嬉しくなっちゃうおじさんにはですね是非見ていただきたいアニメかなと思うんですが、まあ、それをそれとしまして、えーまあ、もう一つというかね、まあ、忘れちゃいけない要素が負け広いんですよね。 まあ何しろね、このアニメ、タイトルがですね、負けヒロインが多すぎるですから、まあ、私もですね、果たしてどんな負けヒロインが出てくるのだろうかとえ、ワクワクしながら見ていたんですけれども、いやー、断言しましょう。皆さん、そちらも素晴らしい出来になっております。 負けヒロイン好きの期待にはね、必ずや答えてくれると、まあ私ごときですけれども、お墨付きを出したいなと思うんでね、まあぜひ負けヒロイン属性にワクワクしちゃうなという方はですね、えー、ご覧いただきたいなと思うんですがで、そもそも皆さん負けヒロインって言われてなんだかパッと浮かびますかはい。何が負けなんだと、まあ、思われるかもしれないんですけれども、詳しくない方はね、 あのー、まあ主人公が男の子でヒロインが複数人いるタイプの、まあ、ライトノベルとかねまあ漫画でもそうですけどそういう作品って多いじゃないですか、まあ、最近はその一人の男の子に対してねその複数人の女の子全員がくっついてみんなで仲良くやるみたいなねハレムものも多いんですけれどその 一人を決めるタイプの作品ですよね。主人公の男の子が複数人のヒロインの中から最終的に一人、君だって決めてお付き合いを始めるっていうタイプの作品においては、まあ、その紆余曲折の中でですね、まあ、必ず選ばれなかったヒロインというものが出てくるわけですね。まあ、それをいわゆる負けヒロインと、まあ我々は呼んでおりまして、いやー、いいですよ。負けヒロイン。素晴らしいなと思いましたのでね。 えーまあ、詳しくはですね、えー、アニメの方を見ていただければと思っております。というわけで、まあ、思わずね、ちょっとにやけてしまいながら喋ってしまいましたけども、まあ、それくらい期待できるアニメ、負けヒロインが多すぎるなんですけれども、えー、今日はですね、実はここからが本題でございます。えー、私がですね、まあ、このアニメの第一を見ていて、えー、声が出たよと。 え、お伝えしたんですけれども、そこがどこかというお話をね、ちょっとまだお伝えしてないですよね。いや、これがね、本当にね、まあ、言っちゃえばすっごい個人的な話になってくるので、あの、話したところで共感いただけるかどうかが非常に怪しいんですけれども、ちょっとひとまずね、私の話を聞いていただければと思います。え、問題のシーンはですね、まあ、このアニメの中盤ですね、まあ、主人公の男の子が、そのスマホでね、 ナノベオの新刊をチェックするっていうシーンがありまして、まあ、そこなんですけども、まあ、主人公はね、そのライトノベルが好きらしく、まあ、たくさんのライトノベルを読んできていますよみたいな描写,描写がね、まあ、あるんですよ。部屋の中にこうライトノベルが積んであったりとか、まあ、そういう描写がありまして、で、まあ、だからね、そんな子であれば、発売予定の、ね、新刊をチェックするっていう行為自体はね、 何ら不思議ではないと思うんですけど、私ね、このシーンを見た時に思わず大声が出てしまいまして、あの、それがなぜかっていうとですね、まあ、その主人公が、そのスマホでね、その新刊をチェックするために確認していたのがですね、文庫新刊ラインナップだったんですよ。皆さん見たことあります文庫新刊ラインナップ。あの、まあ、まずね、この文庫新刊ラインナップって何なのって、 絶対伝わらないと思うんですけど、知らない方にはね。あの、多分今もね、あるんだとは思うんですけど、その本屋さんに行くとですね、多分そのサイズにして B2 とかになってくるのかなその結構大きめのポスターみたいなサイズの紙にですね、その,その月に刊行される文庫本の発売日を書いた表がですね、貼ってあるんですよ。 だから今月だったら、えー、2024年7月の文庫新刊ラインナップみたいな形で、えー、表がね、えー、貼ってありまして、まあ、それでね、えー、何が出るかをチェックすることができるっていう、ただそれだけの表なんですが、なんで私がね、あの、これにこんなに食いついたかというとですね、この主人公がやっている、この文庫新刊ラインナップで新刊をチェックするっていう、 動きをですねその実際に私もラノベをたくさん買ってたくさん読んでいた高校の頃にですねやっていたんですね <laughs> はいだから何が言いたいかっていうとその主人公のそのね文庫新刊ラインナップを見てラノベチェックするっていう動きがすっごいリアルなんですよでリアルすぎてそのムーブにですね懐かしい っていう大声が出てしまったんですよね。うん。ね。すごい個人的な話でしょ <laughs> いや、本当にね、高校生だったファインさんは、その月に1回か2回ですね、ま、本屋さんに行ってですね、ま、その月に観光されるラノベを買って、ま、そのついでに文庫新刊ラインナップを見てですね、えー、来月発売されるラノベをメモるっていうことをですね、やってたんですよね。うん。ガラケーにね。 うん、もちろん、ガラケーの,そのメールの下書きをメモにして、ね、メモってましたから、<laughs> もうね、その、文庫新刊ラインナップで新刊をチェックするっていうムーブが懐かしすぎてですね、もう涙が出そうになりましたね。<laughs> うんっていうか、その、いい子気になってるのは、逆に、そのリアルな今の高校生って、 多分こんなことしないんじゃねっていうのがね、ずっと気になっていて、するんですかっていうのをね、本当に高校生のリスナーがいたら聞きたいくらいなんですよ。うん、そもそも紙でラノベを買うことありますかっていうところで、その、ね、電子書籍だったらまだラノベ読んでる子とかもね、まあもちろんいるでしょうから、 わかるんですけど、紙の文庫をわざわざ買うもの好きがどれくらいいるんだろうかというところですね。で、電子だったら、あの、まあ、シリーズのね、新刊出たら通知が来たりとかするじゃないですか。で、そしたら、まあ、それをポチればいいというわけで、このね、文庫新刊ラインナップを見るっていう動きも、この令和には失われているんじゃないかなと思うんですよね。はい。なので、もしですね、 今も普通にチェックして買ってますよという学生さんがいたらですね、コメントないしお便りいただければと思います、ね。僕、私、文庫新刊ラインナップには毎月お世話になっていますという方がね、いたらぜひぜひ教えてください。もしくはですね、学生時代、私と同じように文庫新刊ラインナップのお世話になったよという方がいたらですね、共感のコメント、お便りなどなどお待ちしております。 よろしくお願いします。ヒアシナリオ e ヒアに投稿したいけどネタがないなそんなあなたにヒアシナリオブ作品はいかがですかシリアスコメディ何でもござれきっと出会える素敵な作品読んで楽しい聞いて楽しい毎月更新素敵なストーリーを今すぐチェックみんな読んでくれるよな というわけで、令和のアニメを見ていたら懐かしい平成の記憶が蘇ってきたというお話でございました。いやー、ほんと素晴らしいアニメですよ。えー、第二話が楽しみですね、えー。もうね、ワクワクが止まらないという感じなんですけれども、いやー、それにしてもラノベですよね。最近はラノベなかなか買わなくなってしまってますね、正直私は。うん。 やっぱりその小説家になろうとかの流星によってですね、まあ、ネットで無料で見られる作品がめちゃくちゃ増えていますから、まあそれを読んでいればですね、まあ読書役が満たせてしまうみたいなところが、まああるんですよね。うん。だから、まあ買わなくなっちゃったなというところで、まあ、ただそれでもですね、やっぱりその紙の文庫本からしか得られないものはあるよなと。 思ってはいるんですよ私も、うん、だからその紙で本を読めていない自分がどこか寂しくもあったりはするんですけどね。うん、でもやっぱりそのすぐ読めてすぐ中断できて暗いとこでも読めて無料でみたいなそういう手軽さにはねちょっと勝てないところがあってうん悩ましいなというところでございます。 はい、まあ結局ですねあの私も毎月のシナリオはですねウェブ上で公開している身の上でございますしまあ長編小説もね、まあ、ある程度書けたら公開するとしたらやっぱウェブで公開することになるでしょうし、うん、まあウェブによってしまうのは仕方ないところあるんだろうなとは思うんですけどね、うんまあ、でも時々はですね、えー、思い出したように紙の文庫本も読めたらいいなと思っております。 それでは今回はこの辺で明日からのお仕事も頑張っていきましょう。バイバイ。